皆さんこんにちは、まだです。今回はゴッホを購入しました。なぜ今ゴッホを頼んだのかっていうと、皆さんもほとんどの方がご存知だと思うんですが、とりあえず12月にモネが新しくシリーズで発売されるということで、それに伴ってゴッホが売り切り商品になってしまうっていう嬉しいお知らせと残念なお知らせが入ってきました。で、噂はなくなるかもしれないねっていう噂は聞いてはいたんですけども、奈良のシープルさんの LINE アットを登録してるんですけど、シープルさんからの LINE アットが届いた時に、やはりゴッホが売り切り商品になってしまうっていうことが書かれていたので、今まで買ったことがない糸をちょっと買ってみたいなと思って、ゴッホは多分8種類あるのかな？なんですけど、今回は6種類を購入してみました。で、1つずつ紹介していきたいんですけども、まずはこちらになります。こちらはアニエールのレストラン、ドラシレーヌという作品をモチーフにして作られた毛糸になります。色番が5437になります。で、こちらの糸は多分私の好み的には普段なら選ばない系統なんですけども、私が仲良くさせていただいているパール系統が大好きなお姉さんたちがいるんですけども、その中のお一人がこちらのアニエールのレストランドラシレーヌで三角ショールを編んでらして、で、それで見た編み地がとっても綺麗で、あ、こういう色全然買ったことなかったなと思って、こちらを購入したいなと思って今回は買ってみました。これがまず一つ目です。そしてこちらも初めて買いました。ゴーギャンの椅子っていう作品をモチーフに作られた糸になってます。こちらにその作品の絵が載ってますね。私はもう本当に美術に疎いので、この作品とかもう全然知らなくて、でゴッホっていう名前だけ漠然と知っているぐらいのあれなんですけど、でここに絵を載せてくださってるので、あ、この色はこの辺からなんかなとか、あ、この色はこの辺なんかなとか、この絵を見ながら編んだりするのもこのゴッホシリーズの楽しいところかなと思いつつ、以前ゴッホシリーズで編んだ時はこの絵をたまに見ながら、今はこの辺なのかなとか想像しながら編んだりしてました。そういうのもちょっと楽しいかなと思ってます。で、こちらも自分ではあまり選ばないかなって思ったんですけど、それはなぜかというと、私緑をあまり買うことがなくって、
だいたい赤とかピンクとか紫とか明るい黄色だったりとか、もうそういう暖色系で、あとはブルーとかも好きなんですけど、まあ、緑とか茶色系っていうのをほとんど選ぶことがないので、ちょっと新鮮かなと思って、自分の中で新鮮かなと思ってこちらを買ってみました。で、次はこちら、これの読み方が星月夜なのか星月夜なのかがちょっとあやふやで申し訳ないんですけども、星月夜っていう作品になります。で、以前買った夜のカフェテラス、夜のカフェテラスも青が結構入ってるんで、それで前回はこちらは買わなかったんですね。なんですけど、こちらは夜のカフェテラスに比べたら結構落ち着いた感じの色味で、茶色だったり、あとは白っぽいところが入っていたりして、結構落ち着いた感じで、あんまり私落ち着いた色を買うことがあんまりなかったので、こちらのあのアニエルのレストランとかだったら、お外でも私でも透けてるなと思って、今回はオフシリーズの中で購入してみました。でも私の中でもうすっごいドストライクだったのがもうこの2つなんですね。私の動画を見てくださってる人はもしかしたらもう覚えてらっしゃるかもしれないんですけども、こちらがブルーのカフェテラス、そしてこちらがアルルの赤いぶどう畑になるんですけど、もうこの2つの単品でもめちゃくちゃ好きなんですけど、この2つの組み合わせがめちゃくちゃ好きで、以前腹巻き帽子を編んだ時に、もうこの組み合わせができた時に、ああもうめっちゃ好みいいみたいな感じで、一人でめちゃくちゃテンションが上がってしまってたんですけども、どっちかでセーターを編みたいなって思ったんですけど、アルルだとちょっとセーターにするには自分が着るにはちょっと歳的にもあれかなって思ったので、夜のカフェテラスでセーターを今度編んでいきたいなと思ってます。で、パイルケートが好きなお姉さんたちが今三角ショールを編んで貼って、でそれを見て私も三角ショールを編みたいなと思って、アルルの赤いぶどう畑、こちらですね、こっちの編み地で三角ショールを作ってみたいなと思って、今回またこちらのアルルの赤いぶどう畑と夜のカフェテラスを購入しました。で、紹介してない最後のやつがこちらのひまわりっていう作品になります。これもやっぱり緑が入ってるので、あんまり手が出なかったんですけど、やっぱり人の心理的っていうもんなんですかね、なくなるって聞くと買わんと後悔するのは絶対嫌やなと思って、今回は買ったんですけど、画像で見るより手に取ってみたら、そんなめっちゃ緑っていうわけでもなくって、水色だったり淡い黄色だったり茶色だったり
で薄いオレンジっぽい色だったりして、なんか手に取ってみた方がすごい綺麗やなと思いました。この4つは結構落ち着いた感じなのかなと思って、でまだあとゴッホシリーズはあと2つあると思うんですけど、そちらの方はまだちょっと変えてないんですけど、こっちは比較的ちょっと明るい感じかなと思ってます。こっちは結構落ち着いた感じで大人な雰囲気でした。で、これで三角ショールを作りたいなと思って、これを買った次の日に、また楽天の岡田屋さんで、追加で、ドーンと、どんだけ購入してしまいました。で、なぜこんなに買ったかっていうと、先ほども言ったんですけど、アルルの赤いぶどう畑で三角ショールが作りたいのと、夜のカフェテラスでセーターを編みたいなと思ったので、それぞれこの作品ができる数を追加で購入してみました。で、これが届くのが待ちきれなくって、まだ作りかけなんですけど、三角ショールも今作ってます。これはですね、リトルシークレットで6本寄りのやつですね。名前がちょっとすぐにはわかんないんですけど、このペリカンの絵のやつです。色番が9582の色で、ちょっとリトルシークレットのなんていう名前のやつかがちょっとわかんないんですけど、後で字幕で足しておきます。で、こちらで編んでます。で、私いつもこのゴッホとかもなんですけど、4本寄りの糸を使うことが多くって、6本寄りの糸ってリトルシークレットが初めてで、これが2回目というか2つ目の作品なんですけど、やっぱり4本よりは結構ザクザク編めるのでいいなと思ってるのと、あとやっぱり編み地がちょっとふっくらしてるかなって感じますね。これは結構緑と紫がメインで、自分にしては珍しいんですけど、なんでこれを買ったかっていうと、自分用じゃなくって、まだどっちにあげるか決めてないんですけど、お母さんかお姉ちゃんかどっちかにプレゼントしたいなと思って、この色を選びました。ただ、1個しか買ってないんで、1玉で、この三角ショールの大きさ、までできるかっていうのがちょっとわからないので、もしなくなって足りなかったら、今あるリトルシークレットでちょっと、ごめんなさい、うさちゃんが今元気な時間帯になってしまってガサガサ音がするんですけど、今あるリトルシークレットをこう色を合わせてみながら、ちょっと追加で編み足していこうかなと思ってます。で、編み図を見て最初編もうと思ったんですけど、やっぱり編み図がさっぱりわからなくて、もう何回やろ、8回ぐらいかな、8回ぐらいほどいたんですね。なんか一回はもうこれぐらいまで編んで、でもなんか違うなと思って、さっき言ってたお姉さんたちに相談させてもらったら、編み方が間違ってるよっていうことで、またほどいて、でまた編んで、
まずちょっと間違ってるって言われて、また覚えてっていうのを繰り返してやったんで、アミザが、わからないとやっぱりちょっと難しいこともたくさんあるなっていうのを今回は痛感したなと思います。で、編み方さえ分かってしまえばすごく作り方としては簡単なので、編み方動画を実は出されてる方も結構いらっしゃったんですね。今は大体そんな感じですかね。あとは前のライブの時にもお話しさせていただいたんですけど、このアニマリも結構いろいろ今まで使ってきたんで、私なりのどれが良かったかとかいうのもちょっと動画にできたらいいかなと考えてます。でも編み方の癖だったり、この音とかだったり、人によって感じ方は全然違うと思うんですけど、まあ一つの参考になればいいかなと思って、ちょっと作ってみたいかなっていうふうに思っています。それでは、少しダラダラと喋ってしまいましたが、ゴッホが亡くなる前に買っておきたいなと思って、あとは編み始めてしまったら糸の紹介がこういう感じで一気にはできなくなってしまうので、その前に糸の紹介動画を、あとは自分の記録としても残しておきたいなと思ったので、今回の動画を作らせていただきました。最後まで見てくださってありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。